皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、レスフリーチャンネルです。今日はここ JR 明石駅との接続駅、ここ山陽電鉄明石駅へやってまいりました。明石駅は2面4線の島式ホーム2面の駅となっております。乗り場は下り方面から1番線、2番線と来て、上り方面が3番線、4番線となっております。直通特急、普通と種別がありますが、すべての種別がこの明石駅には停車。明石駅では山陽電車の中で最も乗降客数が多い駅となっております。明石駅の南側にはこのように高層ビルが立ち並び、奥には淡路島、そして瀬戸内海を望むことができます。 JR との乗り換えが多いということで、この明石駅ではたくさんの人が乗り降りしていくそうです。ということで本日はですね、明石駅から隣、直通特急で隣の東二見駅まで普通電車で行ってみようと思います。実は直通特急で行くと8分ほどで着くのですが、普通電車で行くと10分以上かかるという、そんな路線であります。ということでね、15分20分ほどかけて隣の東二見駅まで行ってみたいと思います。こちらには JR 神戸線、大好きな新快速が走っております。と言っていましたですね、今回乗るべき列車がやってまいりました。本当はですね、直通特急で行くとすぐなんですが、この普通電車でゆっくりゆっくり各駅を楽しんでいきたいなと思います。ではここからは鉄フリがナレーションをいたします。山陽6線系に乗車し、普通姫路駅と書かれた普通列車に乗りまして、ここから西新町、そして東二見を目指します。奥に見えておりますのは JR 神戸線、西明石から明石の間の線路です。ここの区間までがこの複々線ということで、ここから先は複線になるという場所になります。その隣を山陽電鉄は走行しております。奥に見えますのは EF210系の貨物列車です。で、今上り列車の普通3000系と通過しまして、高架区間となります。この高架区間は比較的最近できた場所で、昔はここが地平というか地上になっていて、2号線との、踏切があったとか、そういうことがあったそうです。こちらは背面堤防です。まもなく西町に泊まるところです。このように比較的新しい、そして綺麗な高架区間になっております。速やかに到着、西新町と駅名表に書かれております。帝国通りに西新町駅を発車。西新町駅は昔もう少し下にありましたが、移設されてこのように綺麗な状態になっているそうです。そしてここには6両編成に対応した少し長いホームがありました。西新町を出ますと、次は林崎松江海岸です。そしてこの下を見ますと、このように中線一本線路が入っていることがわかります。ここは留置線がありまして、折り返しができるようにもなっております。このように高架間を軽やかにスピードを出して走っていく山陽電車、上信なんかもありますね。今のような道路の下を、道路の下、高架橋の下を通る道路などが、昔は踏切があったということで、長い間止まるということが
起こったので、まあ、現在はそれが解消されて立体交差となりましたので踏切事故も少なくなります。いいことですね。そしてこの辺りまで高架が続きまして、まもなく駅は灰崎松江海岸、英語放送が林崎松江海岸と、なんか面白いイントネーションしてますね。林崎松江海岸は直前にこの辺りで、まあカーブが少しあったりとかもするようです。林崎松江海岸、西新町の次の駅です。やっとね、東二見の看板が見えてきました。看板というか行き先が見えてきましたね。このように林崎松江海岸のモーターのいい音、こちらは三菱 IGBT インバーターですね。はい、このような少しカーブのあるね駅になります。しかしエレベーターなんかもついてて、バリアフリーにはまあ最近ね山陽電鉄もしているようです。林崎松江海岸の次は富士駅となります。今通過したのはですね山陽5000系かな、上りの直通特急です。直通特急は普通東二見から明石駅まで、間各駅には止まりません。すべて飛ばすんですが、現在乗車している列車下りですが、すべて止まる普通列車各駅停車に乗っております。この辺りもね少し工場群などがありまして、ここで働く人たちなんかがまあ、この辺りで降りていくということがあるのでしょう。少し溝っぽいねところを山陽電鉄通っていくわけですが、この辺から住宅街になっていくようです。神社なんかもあるんだね。そしてまた少しこの辺りに川というものがありまして、谷をね抜けてからまた少し 山っぽいところまで来ます。でそうしましたら富士江に到着です。富士江は西新町、林崎、松江海岸とかのような2面2線のまあ駅ではなく、林崎、松江海岸 S 特急の対比のまま設備がありまして、2面3線の設備を揃えています、富士江。ですからここで上りの対比を行うことができます。まあ、しかしそんなにね、この時間帯は人が少ないので、富士へと書かれておりまして、扉が開いております。ドアチャイムがいいですね。このように富士駅を発車、構内踏切がたくさんありますね。富士駅を出ますと放送の通り中駅に停まります。この辺りは住宅街が密集する場所でありまして、この山陽電車の南側はですねあまり映してないんですけども、反対側には、まあ少し大きめの道路が沿う形で走っています。で奥にちょろっと見える高架なんですけども、あれは、山陽新幹線ですね。山陽新幹線が走る姿残念ながら捉えることはできなかったんですが、運が良ければここで見ることもできます。この辺りもね、新しいお家なんかが建っていまして、綺麗な街ですね。そうしますと間もなく中焼に泊まります。 JR でいうと大久保駅とかの辺りですね。中焼が奥に新幹線を望みながら中駅に停車。そしてこのようにして中駅駅ですねに停車いたします。おっと奥に新幹線が見えたんですけども、ただいま中駅ということで扉が閉まりまして出発します。奥には普通神戸三宮駅の3060系が止まっております。
3060系を見送りまして、中屋を出た次は映ヶ島駅に停まります。奥に新幹線の構造が見えるんですけど、さっきね新幹線がちらっと見えたかと思います。次は映ヶ島。この辺りからは中屋から来たね、まあ、あの列車の保安列車なんかが止まってる場所がありまして、でまた工場群がありまして、ここを抜けてしばらくすると映ヶ島駅に到着します。ここね、ここはね意外とね並走区間なんで、しかもこの畑がすごいいっぱいあって、この辺もね新幹線撮る人にとってスポットだったりもします。ここね時々ね鳥がいっぱいいるらしくて、コウノトリなんかがいるらしくて、それを撮る人もなんかこの辺りに来るそうですよ。まもなく映ヶ島という放送とともに列車は映ヶ島駅に進入します。まあ、映ヶ島というのは、まあ、魚住の JR でいうと魚住駅をずっと南に行ったところのあたりですね。で実際魚住駅というのもあるんですけども、映ヶ島駅に到着。映ヶ島と言いますが別に島ではあるわけではありません。扉が閉まりまして映ヶ島駅を出発。映ヶ島を出ますと次はね西映ヶ島に停まります。日光なんか書いててね、まあ日光っていう会社があるんですけども、日光っていう会社にあの上場してるはずだったんですか。でその工場の最寄り駅かな、確か映ヶ島は結構大きな工場があります。次は映ヶ島の次、西映ヶ島駅になります。もう西映ヶ島まで来るとね、もうあとは山陽大住駅、そして最終目的地である東二見駅へと、まあ、参るわけでございます。この辺りから比較的住宅街、まあ住宅が多い地域になってきます。一部ね畑とかもねあるんですけども、まあやっぱ住宅街とかがメインになってくる地域になってきますね。三菱 IGBT インバーターのいい音とともに、まもなく列車は西映ヶ島駅に到着します。ちなみにこの列車最後尾に乗ってるですね、東二見駅というのはまあ後ろ側にあるもんで、下り方面で言うとね後ろ側に出入り口があるので、もう後ろ側に乗っているわけなんですけども、まもなく西映ヶ島ということで西映ヶ島駅に到着。食べながら喋ってるんですけど、それは本当にすみません。そしてまあこの西映ヶ島駅をまあ出発すると、次はですね山陽魚住駅となります。正式名称は山陽魚住なんですけども、魚住と言っております。まあ山陽魚住って言わなくても分かるしね。で少しだけ加速してもすぐ魚住に入るので、あの魚住にまあ到着するんですけど、 JR に魚住駅があるので山陽魚住と重ならないように言ってるわけですが、車内放送では魚住ですと言っています。そしてあんまり加速しないうちにもうすぐ停車ということで魚住駅に停車です。魚住駅の北側にはねタコバスなんかが止まるロータリーがありまして、意外とねここずっと北側に行くとJR の魚住駅になります。扉が開きまして魚住駅、まあ一番後ろの車両なんで乗ってくる人が少ないっていうのもありまして、まあこういう風に撮れるわけですけども、
ちょっとこっち側見てみましょうか。サイン用語ズム、前側に改札口があるんですね。で、魚住を出るともうすぐ東二見に到着します。ここまでね、約ね20キロぐらいかなの距離をまあ走ってきましたが、普通電車で行くとね、やっぱ各駅に止まるのですごい時間がかかるということでね、動画はこの辺で終わりたいと思います。まもなく東二見駅に到着いたします。この電車今回山陽6000系を使いましたので、まあいい音聞けたんですけども、3000系なんかね、まあ古めかしい音が聞けて、まあいいかなと思います。で、今渡りましたのは瀬戸川、これはですね、ずっと北の方に続いていまして、兵庫県の、ね、北の方まで続いているわけですけど、どこかは知りません。はい、またこの辺りの住宅街を過ぎまして、列車はもうなく東二見に到着します。東二見は直通特急の停車駅、奥にはね6000系が走ってたので、多分上りの普通かと思います。東二見周辺もね、意外とね栄えてるってわけじゃないけど、西二見の方が実は商業施設なんかあるんですよね。まあ、東二見は車両基地なんかもありまして、まあ運転手さんとかにとってはここが重要な駅になるんですけども、東二見ここで到着となります。2面4線で外側の対比線に入ります。ではここまでご視聴ありがとうございました。またご視聴いただけると嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではさようなら。